大谷翔平選手、2試合連続の第6号ホームラン。弾丸超特大弾にファンが騒然。もう今年も MVP だよ。ドジャース大谷翔平投手は2番 DH って先発出場。首都ワシントンでのナショナルズ戦は初めて。9回の第5打席で2試合連続の特大6号ソロを放った。打球速度は 118.7 マイル、約191キロで、大リーグ公式データサイトによると、本塁打では自己最速の打球だった。大谷は21日のメッツ戦でメジャー通算176号となる本塁打を放ち、松井秀喜氏、ヤンキースなどを抜いて日本選手として歴代最多となっており、これが177本目の本塁打だった。4打数1安打1打点1四球。ドジャースは4対1で勝ち2連勝、貯金3とした。大谷選手は、例年調子があまり良くないと言われる4月で、恐ろしい出だしとなっています。本当にこれから迎える5月下旬から6月が恐ろしくなってきますね。ちなみに昨季は本塁打王に輝いた大谷翔平選手ですが、今季は首位打者のタイトルを獲得できるペースでヒットを放っており、首位打者のタイトルの獲得となれば自身初。日本選手としては、2004年のイチローさん以来の快挙になります。ちなみに現在、大谷翔平選手の安打数を162試合に換算すると、236安打ペースで、シーズン230安打以上を記録したのは、2007年のイチローさんが最後となっています。また、本塁打と盗塁もともに33に届くペースで、打率と合わせてトリプルスリーの達成もあり得ます。年間30本塁打、30盗塁達成はサーチサーチと高く評価され、サーチサーティークラブと呼ばれます。なお、メジャーでサーチサーティークラブのうち、打率が3割以上という成績を残したのは、2019年のブルワーズのクリスチャン・ミエリッチを最後に、達成者はおらず、過去の達成者はバリー・ボンズ最多3回、アレックス・ノドリゲス、マイク・トラウトなど28人しかいないのです。また、それだけではありません。おとといの試合で、大谷翔平選手が松井秀喜さん超えとなる、メジャー通算176号ホームランを放った後には、MLB 公式サイトが速報として、大谷が日本生まれの MLB 選手の最多ホームランで、松井を抜くとの見出しで熱戦で圧勝。見どころだったのは、スーパースターのパワーショット。2024年は猛烈なスタートを切っている。満票でア・リーグ MVP に選出された2023年を上回る、と、その衝撃を伝え、今季は打者に専念することが決まっている大谷翔平選手ですが、球史に残る成績を残すかもしれないと紹介。そして昨日には、MLB 公式サイトが発表した、今シーズン最初の模擬 MVP 投票の結果で、大谷翔平選手は2位にランクインしています。1位は、ムーキー・ベッツ選手。なお MVP レースの最大の壁となりそうなのが他でもない、チームメイトのムーキー・ベッツ選手です。同じチームから MVP 投票1位、2位が生まれた例は、メジャー史上7度目のケースになる可能性もあります。大谷翔平選手だけでなく、ムーキー・ベッツ選手の成績からも目が離せませんね。そして各方面から素晴らしいコメントが寄せられています。松井秀喜さんは、私の数字と比べる必要は全くない、とコメント。大リーグ、ヤンキースなどで活躍し、通算175本のホームランを打った松井秀喜さんは21日、大谷翔平選手が日本選手の最多記録を更新する試合前に、ニューヨークで取材に応じ、彼の選手としての素晴らしさを思えば、私の数字と比べる必要は全くない、と話しました。松井さんは21日、ニューヨークのヤンキースタジアムで行われた、アメリカ野球殿堂博物館で、来年、開催される予定の日本とアメリカの野球の歴史を紹介する展示会についての記者会見に出席しました。
会見は大谷選手が日本選手の最多ホームラン記録を更新する176本目を打つ前に行われ、松井さんは自身の記録が更新されそうであることについて報道陣から感想を求められると、彼の存在の大きさ、選手としての素晴らしさを思えば私の数字と比べる必要は全くないと思うと話し、大谷選手の活躍を称えていました。その上で、現役時代に記録を意識したことはあったかと聞かれると、試合中に自分の記録を考えながらプレーすることはなかった、私の場合はただ勝ちたいという気持ちだけだったと振り返り、大谷選手にこれから期待する記録についてはファンの皆さんがいろいろ予想して楽しめばいいと思う、私は彼のいいプレー、いい状態でのプレーを応援したいなと思うだけですと話していました。ロバーツ監督は、次は私の番と言ってきたと笑顔。ドジャースで6本目のホームランとなり、野茂英雄さんの4本を超えた大谷選手ですが、日本生まれの選手では沖縄生まれのロバーツ監督の7本という記録があります。試合後、ロバーツ監督は大谷選手のホームランについて、彼は次は私の番だと言ってきたと大谷選手とのやり取りを明かし、笑顔を見せました。その上で、松井秀喜は素晴らしいホームランバッターだったが、翔平が松井を尊敬していたことは知っている、すごいことだ、翔平の前にどんな記録があろうと彼はそれを全部破ろうとしていると称えていました。栗山秀樹さんは、これからもホームランで夢や希望をとエールを送りました。大谷選手を二刀流の選手に育てた日本ハムの栗山秀樹チーフベースボールオフィサーは、我々は松井さんがメジャーにデビューして以来ホームラン打者として活躍する姿に夢や希望、笑顔をもらっていました。メジャーでホームランを打つことがいかに大変かということを感じさせてくれた存在でもあったと思います。翔平は独自の道を進んで、その一つの節目に到達しました。これからも松井さんと同じようにホームランで多くの人に夢や希望を与えていってほしいですというコメントを発表しました。大リーグでの日本選手の通算ホームラン数の記録です。トップは大谷翔平選手の177本、2位は松井秀喜さんの175本で、松井さんが大リーグで最後にホームランを打ったのはレイズ時代の2012年で、大谷選手は12年ぶりの記録更新となりました。3位はイチローさんの通算117本で、100本以上打っているのはこの3人だけです。4位は城島健司さんの48本、5位は井口忠人さんの44本、6位は福留孝介さんの42本です。7位はカブスの鈴木誠也選手で、現時点で37本を打っています。松井さんが通算1205試合で175本に到達したのに対し、大谷選手はバッターとして出場した717試合目でこの記録に並び、725試合目で超えました。特に2021年から昨シーズンまでの3年では124本を打つなど、近年は驚異的なペースでホームランを積み重ねています。大谷翔平選手が打った177本のホームランを年ごとに振り返ると、近年の驚異的なハイペースがはっきりとわかります。2018年、22本、エンジェルスでのルーキーイヤーはリーグ36位となる22本のホームランを打ちました。大リーグ1号は2018年4月3日で、エンジェルスタジアムでの初めての試合の1回、最初の打席でスリーランホームランという劇的な本拠地デビューでした。翌日には前のシーズンにサイ・ヤング賞に輝いた好投手、クルーバー投手から早くも2号を打ちました。10月には右肘のトミー・ジョン手術を受けましたが、投打の二刀流で大リーグデビューを飾ってピッチャーとしても4勝を挙げ、新人王を受賞しました。2019年、18本。2年目のホームランはリーグ74位の18本。右肘の手術の影響でバッターとしての復帰が5月からとなり、ピッチャーとしては全休したシーズンで、シーズン終盤の9月には左膝の手術も行ったため、
バッターとして106試合の出場でマークした記録でした。6月のレイズ戦では最初の打席でホームラン、通算30号を打った後、ツーベース、スリーベース、そしてシングルヒットを打って、大リーグの日本選手で初めてサイクルヒットを達成しました。2020年7本。3年目はリーグ60位の7本。新型コロナの影響でレギュラーシーズンが通常の162試合から60試合に大きく短縮されたシーズンでしたが、大谷選手は打率1割9分と不調のままシーズンを終えました。ピッチャーとしても2年ぶりに復帰したものの、2試合で防御率 37.80 と精彩を欠き、今後の二刀流の継続が危ぶまれたシーズンでした。2021年46本。背水の陣で臨んだ4年目はシーズンを通して投打の二刀流で躍動し、リーグ3位の46本のホームランを打ちました。4月9日にはバッターとして262試合目の出場で大リーグ通算50号を達成し、日本選手では最速でした。7月7日のホームラン、通算79号で松井秀喜さんが作った大リーグの日本選手シーズン最多ホームラン記録31本を前半戦で塗り替え、シーズン最後までホームラン王を争いました。ピッチャーとしても9勝を挙げ、自身初のシーズン MVP 最優秀選手を受賞しました。2022年34本。5年目はリーグ4位の34本と前の年より減らしましたが、この年は15勝、防御率 2.33 とピッチャーとして自己最高の成績をマークしました。節目の記録にも到達し、5月9日のレイズ戦で自身初の満塁ホームランを打って通算99号、14日のアスレティックス戦で通算100号を打ちました。バッターとしては444試合目の出場で、出場636試合で達成した松井さんより200試合近く早いペースでした。2023年44本。エンジェルスとの契約最終年となった6年目は6月17日のロイヤルズ戦で通算150号に到達するなど、6月と7月で合わせて24本と驚異的なペースでホームランを打ち、2ヶ月連続で月間 MVP を受賞。9月にはバッティング練習中に脇腹を痛め、結果的にシーズン終盤の25試合を欠場しましたが、シーズン44本を打ってアジア出身の選手として初めてホームラン王を獲得しました。通算ホームランは171本にまで伸び、自身2回目のシーズン MVP も受賞しました。そしてシーズンオフにエンジェルスからドジャースに10年契約で移籍しました。2024年、ここまで5本。新天地ドジャースでの初ホームランは開幕から9試合目、本拠地で行われた4月3日のジャイアンツ戦でした。自身最長となる開幕から41打席目となる待望の1本に、焦る気持ちを我慢しながら自分のスイングをしようと努めてきたと率直な思いを話しました。去年9月に受けた2回目となる右肘のトミー・ジョン手術の影響で、今シーズンはバッターに専念していますが、開幕から24試合目で松井秀喜さんの日本選手の大リーグでのホームラン記録を上回る通算176本目を打ちました。そして今日177本目の本塁打を打ち、現在のペースを保てばシーズンでは33本を打つ計算ですが、大谷選手は例年6月と7月に絶好調になるだけに、怪我なく試合に出続けられればシーズン前半で通算200号に到達する可能性も十分にあります。これからも大谷選手から目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入っていただけましたなら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。ご意見やご感想などありましたら、ぜひコメントをお願いします。次回をお楽しみに。